はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。リアルタイム対戦やっていきたいと思います。いきます。早っいや、昨日御殿場の話して、御殿場の中だったらラルゴが強そうですねっていうコメントいただいたんですが、強そうだね、ラルゴね。で、正統派な、魔剣士ピサロタイプな強さ。はい、対戦よろしくお願いします。やっぱ、癖物好きな私としてはね、ちょっとね、変わったキャラクターが欲しいね。5回生き返るとか、そういうキャラクターいないか、さすがに。もうギンギーラを抜いて5回生き返っちゃおう。あとなんかチャモロ的なやつがいるんじゃないかなと思ってんで、新しいキャラクター、この子って会心持ちなんかな。すげえ会心食らうイメージある。あ、順番これなんだ。この人はまず早いの。723、素早さ1段階アップ。ジャミラスを抜くんだ。これ大丈夫ですね。で、ここは引っ張られて、ラミアス剣とか、そんな感じ？引っ張られて、ラミアス剣。そんな感じかな？そんな感じしますね。あー、違う。で、死神スライダークってどう倒せばいいんだっけ？2回なんか、ダメージダウンみたいなのがある。ダメージ軽減みたいなのついてんな。どうするかな。これはね、アンルシアから行くは行く。アンルシアから行く。で、休み的にはなんだ？半減なのか。まあ、ここはレック止めるは止めるんだけど、でもメラが苦手な3人なんで、メラ苦手3人なんで、これまずいね。これ手前行きましょうか。じゃあ、手前行くか。ぐるーん！オッケー。ここのこれ、ちなみにこれはどうなんだろうね、ちょっとわかんないんだな。ここ行きましょうか。うわ、射程3に置きたいんだけど、ここじゃ出過ぎかなって思っちゃうんだよね。でも置いちゃう。で、神様が一歩右。そうなんだっけ。ちょっと待って、まずいや、これ半減取るしかないわ。半減取れ。よし、で、休み、どうなんだ。解除あるのか。はい、いやー、こう魔物かやっぱやられたな。ジャミラ卒せると思っちゃったけど違うんだね。ダメだったね。幸せ、神様幸せ。ここは耐えれるのか。幸せ、あなたもあなたも幸せ。落としたいな。ちょっと死神スライダーク当たんないんで、ちょっと実験的に当たりたかった。3対2なんだけどね。使い物にならないよぼよぼじいさんと。やめろ。よぼよぼじいさん、ちゃんとなんだっけ、
この必殺の範囲からメテオストライクか射程外れてね、ちゃんとね、偉いね、ちゃんと分かってんだ、魅了されながらもここにおったらまずいぞって。あ、じいさん、じいさん生き返れ、オッケー、よっしゃ、これは行くぞ、これ行くぞ、ぐるん、じゃあ当たってよくないっすか、そこはマジで。なんですよね。これですか。いや、とりあえずテンション取りたいな。テンションまだ取れるかな。こっちがやられるか。あー、落ちんのか、落ちんのか。ドレアムは耐えてくれると思っちゃった。MP ないだろ、そろそろ、そろそろ MP ないだろ。幸せやめて、幸せはやめて。 357MP あるわ、全然ダメだ。はい、やっぱりジャムイラス強しですね。あそこあれかな、ジャミラスに打ち込んでレックを止めるが良かったのかな。でもジャミラス次のターンドレアも落とせてたから意味ないんだよな、結局意味ないんだ。そうか、ジャミラス捨ててこう、ダメだ、通らないんだね。はい、対戦よろしくお願いします。来た、あの子なんだっけ、ガリンガ、初対戦ガリンガ。イレブン会心やめてな。昨日なんかわからんけど会心食らったんだけど、いらない会心やめて。向こうの水デルファーが後なんだな。で、スペース上がるんだっけ、この子。上がんないか。うん、ガリンガ、ガリンガ。ぐるん。なんで取れないんだろうな。来た。状態以上は一回解除あるんだっけ、混乱ですよ、確かね。ラリフォーじゃないよな。一回解除あるよね、確かな。見れないか、見れないか、見れないか。見れないか、見れないか。見れないか、見れないか。あー、見れないか。落としておく。落ちないよね、まさか。ガリンガに神様落ちないよね、まさか。あぶね、あぶね、あぶね。これは、いや、メラ食らいに行く必要ある。いや、どこがいい、これ どこがいい。ここで半減狙う。いや、欲しかったな。貫突、貫突、射程3だ、一応な。射程3に置いてあるからな。
貫突のニズゼルファに対してどうか。神様落ちんなよ。あしあし、だいだい、うん、ぐるん来てテンションもらいからの全体、おか、こうやっぱ落ちるんだ。貫突でもいけるんだ。オッケーオッケーオッケー、これこうね。オッケー、貫突対決を制しましたよこれ。これで行く、ゾーン入る、これどうかな。これ射程さんから撃つか、射程さんか、射程さんから撃つ、これを、あ、こっちも結構入るんだ。射程さんで撃っちゃうか、これ射程さん撃っちゃう、これゾーン入る、631のゾーン、捨てていこう。うーっと天罰、天罰、どうするこれ、どうするやこれ、ここでいくか、入れ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 、入れば気持ちいいぞ。あー気持ちいい、気持ちいい、勇者イレブンはあれだね、うちドルマ体制、デイン体制があるから、あ、神様は無理だけどね、あれだ、ゾーンに入れないで置いておく、それですね。はい、対戦よろしくお願いします。これテンションもらいからのインフェルノアタックくんじゃないの。おー、よかった、最後だった。まあ、よくはないんだけどね。うちメラ、ダメな舞台だから。これ耐えて。いや、神様やられるな。うん、ドルマ来るもんな。ガッツシー。強えぞ。そうだよね。まあそりゃそうですよね。いや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 、もうそのテンションは意味ないっすよ。フサロから行きますから、うん、そのテンションはもう意味がないっすとだけ伝えておこう。ここだな、ここだな、はい、うん、そんだけあれば大丈夫。あー、回復感だっけ、これ落とせるかな。あ、落とせない、落とせないよ。ちょっと待て、仲間呼び、仲間呼びするか、仲間呼び、いや、ピサロすいませんでした、これは。そうか、あの回復があったか。やーべ、テンション乗ってからの、あれはまずいんじゃないか。うーん、まあまあまあ、これで耐えた。耐えた方だよ、これは。いやー、マジって。ロザリー、まずいって。シュドン痛え、マジ痛え。やめて、やめて、また同じような結果になるからやめてくんない、うん、会心、あ、オッケーオッケー、いや落ちた、落ちた、惜しかったな、そこ落ちて、惜しかったな、マジで、そっか、いやー苦しいね。
1ターン目でそれが来てほしかったね。はい、ありがとうございました。まあしょうがない、うちの夫人はメラに弱い夫人だからしゃあないよね。はい、対戦よろしくお願いします。デスピピサロ打ち、マームが早いかわいそうに、あいつ2200もダメージもらっちゃって、かわいそうに致死量オーバーしてますよ。よし、いいぞ。あーし、いいぞ。なおさらもう。なおさら。ここあれか、仲間見か。あ、仲間一緒ないんだ。オッケーっす。それ楽しいっすかね。楽しいですかね、それ。回復入っちゃうんだよな。それ楽しいかな、それ楽しくないと思うよ。神様多分デスピに対してそんな出ないんだよね。そうだよね、うん、そうだと思った。だからここはこんな感じで展開の守り、展開まで届かないのか。ここでいいか、めんどくさい。ここでいいか。デススローの範囲に入っちゃう。縦4、縦5になってる。あーんと、どうしようか、これ。ここでいいか。こんな感じしようか。分かりづらくしとけば分かりづらいでしょ。さあ来るよ。いや、マームがね、これ射程3でセットされる可能性あるな。あ、耐える展開強し。やっぱり展開強し。うん、天魔崩壊、耐える展開強し。いいぞいいぞいいぞ、これはいいぞ。仲間呼びどうなる、これどんな形を縦6並んでんだけど、こんななかなかないよ、縦6こんなことないよ、なかなか縦6並ぶってこと。いいですね、これ回復、回復かな。うん、だいぶもう射程取られてるから、ザワールドの射程に入ってるからね。デススロー、それでもそんなもんなんだ。でもこれここなんだよな、ここなんすよね。あー、射程入ってない、ザワールド。これでえマーム君と、あ、軽減軽減。おー、いいじゃん。等倍、貯弱、軽減。はい。一人かい、取れて当たり前のところしか取ってないぞ。おかしいだろ。頑張れ。頑張るんだ。そのミリの単位で頑張ってくれ。展開がどれを持っていかれんな、うん、たぶん耐えらんないんじゃないかな。
耐えられたら。あ、どこ来てん。耐えたな耐えたな耐えたな。よっしゃグルン、よし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 、気持ちいいとこしたかったな気持ちいいところしたかったんだけどな今。縦の6並ぶってことある？なかなかないよ。いや、展開が強し。それだけでも神様強い。はい、対戦よろしくお願いします。先輩神様来たね。いや、キサロとの、キサロがもう、これが強い。もう強気出れるからね。でこっちとしてはあれを処理しなきゃいけないから、ニズゼルファー、なんで会心なんだよ、おかしいだろうよその会心。おお、展開、展開使いが来た。デュランの方にか、デュランって体勢、あー眠りダメか、休み入るね、休み入るじゃん。オッケー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 、これはオッケーっす。これもう狙うのはこれしかない。オッケー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 、これでいいね、これでいい。神様入れよ、会心引くんだったら当倍の方が確率高いだろう。ニズッチは、ニズッチはうちの後ね、オッケー。じゃあここは神様をいたぶらしてもらおうか。止まんなよ、危ねえ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 。うち仲間呼んだっけ？仲間呼してないよな。いや、落とすか、落とすか、落とすでいいわ。そう、ニズレラファは、あの、終焉の炎の射程に入ってなきゃ。大丈夫、ドレアムでいける。 OK、 はい、対戦よろしくお願いします。オートだな。小僧だね、小僧いつもこれ、何回見た、今週何回見た、これこの展開。グルンからの下行きましょうか、ここでいいね。引っ張るやめて、うん、それでいい。でここはこれですね、
でだ、ここなんだよね、ちょっと悩むところが。半減狙うか。全然取ってくんない。 30% はあるんだけどな。神様かな。うん、そうだよな。いや、こうグルーン取れてないからちょっと痛いな。耐えれないのか、耐えれないのか、それはちょっと辛いか。会心引いてよくないか。あ、これちょっとまずいかもしれない。追撃のところに行っちゃったかもしれない。どれも OK、 引っ張る。うん、まあまあまあいいでしょ。アレフガルド耐える。ドレアムッチゼロ射程から撃ってやろう。これゼロ射程いけなかった。いけると思ったけどできなかったわ。これでいいね。はい、無駄回心だな。その前に出てほしいな。でこれ届きはしないんだよな。なんで仲間呼び。オッケー。このドルマゲスが三河式切れてのこれが気持ちいいんですよね。三河式キャラの三河式が切れてからの物理をぶっ込んでやるのが一番気持ちいい。はい、対戦よろしくお願いします。4凸神だったよね。あ、ピサロいるのか。あ、もうゲマとさ神だけちょっと目取られて。あー、ここはいつも通りな。ここで会心引かれなければドレアム結構残っててくれたら嬉しいな。あ、小僧の方。あ、違う、そっちか。素早くしなくていいから。さあ、どうなるこれ。結構ギリな範囲じゃないか。1、2、3、4、ゲマ。どうなんだろうね。あ、こっちのグルーンの射程。あ、入られるの ?1、2、3。あ、やっぱそうか。あ、そっちで、そっち。あー、ちょっと。あー、そうか、そっちはそっちでダメか。うわ、回心、まあ落ちてただろうね。ピサロの開花ってピサロナイトのために出た？もしかして。最近なんかエスタークより見るようになった気がする。はい、対戦よろしくお願いします。で、バーバラに関しては、もう捨ててこがぶっ刺さりなんで、
めちゃくちゃ強く出れる。向こうは多分陣形整えてくるんじゃない。でもレックに対してはちょっとあれか、その後のあれが良くないか。カバーに入られながら来ちゃったらちょっとあれか、レックは止められないか。で入れもさっき言ったようにゾーンに入れないようにする。後ろでこの辺でされたら嫌なんだよな。あーそのまあまあそこはいい、いいっちゃいいね、うん、これ下に下がりながらやっていきましょうか。ここに出てゾーン入れるとか。ゾーン入っちゃったら強い。あーこう入っちゃったら強いんだよな、うん、ここに関してはうーんとね出なきゃダメかな、出なきゃダメかな出なきゃダメかな。あーナイスじゃん、それそれナイスじゃんマジで、それナイスじゃんマジで。いきます。いやこれだとあのシューティングさなんだっけ、変なやつのあれが射程がちょっとまずいんじゃないかな。落ちきらんな、落ちきらないので、ここはいや撃っとくか、撃っとくか、撃っとくか。うん、あベホーマーもう忘れ、みんなコメントしてよベホーマー。ちょっと休みどうだったっけ。これさ等倍2つ入ってんだよ、やばくない、なんで取られないそんなに。絶対休むと思った。展開入れた方がよっぽどよかったわ。じゃあゾーン入るとなんだっけ、踏みとどまり虫かとなんだっけ、いやマジでベホマ忘れるわ。いやそれより休み取ってほしかったけどね普通に。ん？ああ小僧の方な、うん、グルーン行く、グルーン行く、グラクロー、グラクロー、オーケー。ギラ効くんだっけ。いや次なんかあれ来るな、シューティングスターみたいなのが。こっち側回るか、回復も入るんだ。あ、つら、つら。そうなんだ。ここがいいか。ここか。え、え、3ターン終わったっけ？次4ターン目？まだ、まだカバー入ってんのか。カバーの範囲内からまだ打てるってことね。ゾーンって何ターン続くんだろう。物理耐性下がった。いやいい加減にしてほしいんだよな、いい加減にしてほしいんですよね。この子もどんぐらいでか会心じゃない
いいっすか、いいっすかね。よっしゃはい、というわけで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。